け。あー、もう、上がった上がった上がった、大きいの。何時だと思ってんの。というか、最強の企画を思いつきました。何ですか。あの、ケンスケってバカなんですよ。はい。だから多分、多少の嘘言ってもバレないんですよ。なんで、友高と洋平と僕で順番に嘘ついてって誰が先にバレるかって、だからちょっとなんか豆知識っぽいのを言ってバレないと思う。あ、いいっすね。うん、やってきましょう、やってきましょう。すごい。あ、うまっ。なんか最近めっちゃ雨ってるじゃないですか。うん、なんかマジで酸性雨ひどすぎるらしくて、もう外出れないじゃん。いや、なんか本当に雨あんま良くないらしい。それが体に悪いんだって。もう終わったじゃん、俺。なんかインフルとかになるらしい。インフル絶対嘘ついてる。ほんと、ほんと。なんか留学したいってガチなの。どこに行きたいの。アメリカ行きたいです、普通に。先生、コスタリカおすすめは。え何語。いや、何語。英語、英語。へぇ、コスタリカ南ですよね。南米ですね。多分場所なんてどこでもいいですもんね。コスタリカが大事。コスタリカってことが大事。コスタリカ留学が最近流行ってるらしい。へぇ、聞いたことね。でも結構ありますよ、一応視野に入れておいても。聞いてみよう。なんかコスタリカのなんかそのステージみたいなのがもう英語を進めていこうみたいな。インドでもそうじゃん。でもインドでなんか今日本語流行ってるらしいよ。なんかワンチャンあれインドで行った日本語結構通じるかも。マジでマジで笑ってるけど。なんで笑ってるんですよ、そんな。インドやだよ、あんな。留学すごいしね。はい。資産20万ででしょ、掛け算。やっば。すごいよね。やっば。回の方式が限界。その回の方式も変わるらしいよ、来年から。マジで言ってんの。それよりもっと効率的な回の方式が見つかったらしい、最近。インドの研究チームによって。でもほんとさっきから言い忘れてたんだけど、なんかインドでも、インド日本語流行ってるって言ってたじゃん。ベネズエラもほぼみんな日本語喋ってるらしいよ。マジで。マジで。日本すごい。あ、やばい、ララランドの新しいのまで。やば。レレレレレランドっていう。デレレ大王みたいな。本当にレレランドありますよね。でもそれに通じてるのかわかんないですけど、ルーミゼラブルっていうのが出るらしいですよ。それはマジ。ふざけすぎでしょ、それ。なんかハリーポッターと終わったって言われてたじゃん。あ、あれファンタスティックビーストがやってんじゃん。日本はモチーフにしたなんかハリーポッターと割り箸の割り方っていうのが出るらしい。大変そう。いや、ほんとほんと、それはね、多分誰かが創作で作るコメディみたいな。ガッチガッチ。いや、ハリーポッター日本来て割り箸の割り方学びに行くんだよ。なんか魔法をそのもっと強化するために和の心が必要だみたいな。へぇ、てか、あれすごいっすよね、マクドナルドの商品。え、マクドナルドも30段バーガー出る。30段。本当にそんなわけない。やば、もうそれあれじゃん、出したもん勝ちじゃん、もうそんなの。あ、なんかマクドナルドの競合を作るらしい。なんかマクゴナガルって言うんだけど、ハリーポッターっぽいっすね。そうそうそう。似てますね、そう。店員がみんなおばさんなんだけどさ。きつい。あ、ポケモンの、今ほら、ピカチュウイーブイってスピンオフじゃん。はい。新しいやつのタイトル決まってたよ。え？ポケットモンスター、鉄と石灰石。あの、鉱物系に戻るんですね。そう。ルビーサファイアとかあったじゃん。はい。あの流れで一回戻って、ポケットモンスター、鉄と石灰石です。せめてメタルとかにしてくれよ。いや、鉄と石灰、鉄と石灰石。うん。え、絶対あれじゃん、メルタンじゃん。ああ、そうなんだよ。そういうこと。すごい。だからなんか人生でやばい経験とかないな。割と道したらとこ歩いた。そうですね。まあまあまあ、なんだろう、一番やばかったこと。あ、北海道でマジで野宿とかしてたんで、財布取られちゃったんですよ、なんか寝てたから。うわ、マジ。はい。で、あ、やばいっつって、まあでも眠りやすいじゃないですか。で、追っかけてたんですよ。うん、で、なんかそしたらなんかそいつの前にクマがパーンって出てきたんですよ。え、ヒグマ。ヒグマなんつう、多分北海道にいるクマなんですか、あれ。ヒグマっすよ、多分。パーンって出てきて、そいつがわーってなって財布落とすじゃないですか。で、俺はもうちょっと遠いんでこう見てたんですけど、そいつがクマに追われてパーっていったところで俺助けてあげな。すごいな、助けてあげな。そんな能力は僕にありません。だからクマに助けられた男です、俺。へー、買う？そうそう、ディズニー行きたくない？行きたい。あ、ディズニーでもいないんですけど、富士急ハイランドの姉妹テーマパークできるらしいよ。わかんないけど、富士急、あ、ローランドっていう。いや、ホストやね、ローランドって。はい、だったけど、なんか低めのなんか高齢者層に狙った。うん、ああ、なるね。最近のドドンバもなんか全然こんな感じ。ああ、なんかシニアカーとかあるんですよね。そう、シニアカートレースができるらしい。やば。ええ、やば。なんか戦慄迷宮もただのデイケアサービスみたいなってみたいな。いや、ただの施設やもん。え、これ使えるかわかんないですけど、来年のインフェス東京都貸し切るらしいです。え、ガツガツガツ東京都。
とらしい。23区とかですか。はい。バカ言うね。やば。何するの。なんか、あ、場所ごとで、地区ごとでちょっとずつ借りるってことですか。なんかどうなんだ、詳しく聞いてないんだけど、なんか東京都貸し切ろうかなみたいなこと言ってて、やば。なんか結局もうすごいんですよ、もあれが。すごい伸びがもうベンチャー企業もなんか異常らしくて。わ、あれこれテイスケに話していい話なんですか、あのヒカキンさんと2人で新しいチャンネル作るやつ。ああ、多分動画には使えんけど。ああ。ま？え、やばくね、マジで1日で金の盾だよ、マジで。なんか結局ヒカキンさんがビートボックス持ったり強化したいみたいな。え、あれより。いや、なんか言うてなんか最近ビートボックスがちょっと欲しくなっちゃう。挨拶ぐらい、あんまりする時間がないらしくて、なんか初めてとのスライムと一緒にやりたいみたいな。どういうこと？ビートボックスの音を伝える機械があって、うん、その振動に変わるんだよ。それで俺の作ったスライムをこう揺らして、こう芸術映像みたいな。え、すごい。で、はじめさんは？俺はこうやって白衣着てたって。あー、スライム作ったりこう。なるほどね。ヒカキンさんをかわしながらビートボックスして、その振動の機械に乗って、あ、 PV みたいなのを作る。そう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 。え、すごいすごい、おしゃれおしゃれおしゃれ。2億回再生できますね、ビートボックスライムチャンネルっていうのも。おー、完全海外志向みたいな。また映画の話に戻るんだけど、はい、エイリアン VS プレデター VS ララランドって感じ。それは嘘。それは嘘でしょ。はい、というわけで元気さん、ここ2時間我々3人、うん、全部嘘ついてました。ちょいちょいなんか意味わかんないのは流したけど、なんかちょいちょいなんかなんかそれっぽいのが来るから、途中最後の方とかで嘘に決まってる。面白かった。死んで過ぎないようにね。はい、お疲れさんでした。長かったな。大義語選手権、はーい、イエーイ。パル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 。さなっち大義語大臣、はい、いきなりステーキの大義語を教えてください。徐々にサラダ。そうです。じゃあハリーポッターと賢者の石の大義語は。坂本龍馬のおしっこ。じゃあはじめ社長は。終わりにと。トマト君は。キュリー夫人。いそう。何キュリー夫人。明日のジョーは。明日のジョー。昨日のジャーグ。こんにちは。こんにちは。いやー、久々の畑のビューの低コーナーです。お、ビューティーのコーナーですね。はい。角山ジェシカさんっていう方がいらっしゃったんですけど、あ、その方に誕生日プレゼントで、まあ、このようなね、脱毛キットを全てプレゼントしたんですよ。本人自身もね、それが悩みであるって言ってたんで。あいつ毛深いっすからね。もうジャングル大帝ですよ。本当ですよ。密林。マングローブ、マングローブ。マングローブ。なんで今回は、彼のその、あらゆる毛という毛をね、はい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 、トゥルトゥルにしてあげようかな。あ、トゥルントゥルにするんですか。はい。じゃあ今回の相談者の、はい、角山ジェシカさん、どうぞ。かなり悩んでらっしゃると。はい。実際見させていただいてもいいですか。量が多いというよりは毛が太いって感じですかね。そうなんですよね、うん、はい、あーでもこの辺と、腕の方もこれ一回処理した後でこれですよね、多分。そうそうそう、多分生えてきちゃったからこれなんですよね。多いというよりは濃いって感じですか、ね、そうなんですよね。なるほど。じゃあちょっとやっていきましょうか。お願いします。あーもう簡単じゃんこれ。これをね、こうやって温めて、はい、ペタって貼るだけ。余裕やん。あ、もうどんどんいって、どんどんいって。こういく方がこう取れるじゃないですか。こういくよ、もういい、貼るのは別に痛くはないです、貼るのはね。じゃあ最後の1枚です。はい、よし、剥がしてっていきますか。多分もう時間的には十分なんで、じゃあ皆さん、はい、ちょっとおじっそですが、はい、一気にベリー剥がしていってください。下から上よ。せーの。痛い。待って、待って、痛い、待って、痛い。はい、はい、はい、痛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 い、せーの。待って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 皆さん、はい、我々ハンデ映画祭で映画たくさん見ましたよね。はい、はい、そして我々 YouTuber 何かに映像の仕事をしていると、はい、映画の知識があると思うんですよ。そこで私考えました、映画カルタ大会。
はい、映画を見るきっかけとなるものとしましてはやっぱあらすじとか、はい、概要とか、はい、大元のあれがあると思うんですよ、はい、それ私ウィキペディアで、はい、皆さんが知ってるであろう映画をピックアップしますんで、はい、あらすじをなんかすげえカルタというかあの百人一首っぽく言っていきますと。なるほど、天才だよマジで。分かったら面白そうして当ててください。はい、いきますね。はい、参ります。はい、夏休みハリーは奇妙な夢。はい、はい、あべ、ハリーポッターだけじゃダメなんですよね。はい、映画のタイトルを。ハリーポッターと賢者の石。残念です。あー、夏休みハリーは奇妙な夢で目が覚めた。その夢とはリトルハングルトンにあるリドルの館でボルデモードとワームテールが、はい、はい、ハリーポッターと炎のゴブレット。正解です。うわあ、そうじゃん。そうなん、最近同じ夢ばっか見るんだみたいなこと言ってた気がする。すげえ。一ポイントの答え追いかけてくれ。よっしゃ、参ります。はい、東京の四ツ谷に暮らす男子高校生。はい、はい、君の名は。正解。はい、男子高校生立花滝はある朝目を覚ますと岐阜県飛騨地方の山奥にある糸森町に住む女子高生南水水藩になっており、逆に三葉は滝になっていたという。はい、いきます。はい、カウボーイ人形の、はい、だトイストーリー2。残念です。カウボーイ人形のウッディは古めかしいおしゃべり人形。どっちだ。背中の紐を。はい、はい、トイストーリー正解です。おーい、手ずっぽじゃないですか。いや、手ずっぽじゃない。最初そういうあらすじがもう基本的、初歩的なものは絶対言わんなの。4問目です、参ります。10歳の少女千尋は両…はい、はい、友達早かった。はい、千と千尋の神隠し。はい、正解です。マジで。いきますね。はい、高度成長による夢と希望に満ち溢れていた時代から一転して経済は停滞しオカルトブームが起き、世界滅亡の空気まで漂い始めた1970年前後。はい、20セクション。正解です。わー、すげー、すげー、漫画持ってたのに。オカルトブームっていうのがね、多分そうなんです。旅を続けるサトシたち。はい、はい、ポケットモンスター君に決めた。残念、違います。旅を続けるサトシたち一行は水の都と呼ば、はい、はい、映画ポケットモンスター、はい、あれあれってね、わかるんすよ。待て、わかるんすよ。いい、あれわかるんすよ。さあ、わかるんすよ。タイトルが欲しい。もうちょっと欲しいですね。はい、確かに違うわ。どうしたんですかね。はい、ルギア爆弾。違います。ダメだね。はい、ダメ。水の都の守り神ラピオス。ラピオス。あれ、正解です。うわ、すげえ。合ってます、完璧です。え、すげえ。水の都の守り神、ラティアスとラティオスです。あ、逆った。あ、逆か。ラティオスって言っちゃった、俺先。残念です。やあ、映画ポケットモンスター、水の都の守り神、ラティアスとラティオス。残念です、劇場版ポケットモンスター。いきますね。はい。参ります。2チャンネルの、独身男性。はい。はい、電車男。正解です。あー、そうだー。はい、早い。なんだばい。すごくね、なんかあらすじこんだけ映画ってわかるもんなんだよ。すごい。すごいな。すげえ。確かに、そりゃすげえな。すごい。こんだけやっぱ印象が深いのがやっぱ人気になるっていうことなんですかね。参ります。はい。舞台はロサンゼルス。高速道路は朝の大渋滞。はい。はい。5億2000ポイントです。うわー、めちゃめちゃマイナーなやつ来るよ。サッカー界のースターだった。はい、少林サッカー。正解です。あー、